つまりは何かしたら安倍昭恵さんに関連する事件だってことなんですね。だからこれはもうまさにロッキードならぬアッキード事件じゃないかってことを言ったら安倍さんが切れたんですよ。怒りはったんですよ。前のおしゃべり会でも質問があったと記憶してるんですけれども、ここ国会質疑の中で数回、問題発言とか五国理事会でっていう、反応を太郎さんも受けてらっしゃるんですけども、その後の経過が全くこう伝わってこないんですが、どうなってるのかっていうことと、五国理事会で云々のこう効果っていうか、効果っていうのも変ですけども、意図とかその辺をどのように捉えてらっしゃるのか、太郎さんの口から直接伺えればなと思いました。よろしくお願いします。ありがとうございます。不穏当な発言、国会の中であったりとか委員会の中でふさわしくない発言をしたね、だからその発言の扱いに関しては後でみんなで話し合うからというのを五国理事会で協議いたしますみたいな話になるわけですね。でその後どうなりましたかってことは私もよく知らないんですよ。いや明らかに分かりやすいものもあるんですよ。ごめんってこの間の発言で、訂正を求められていると。で例えばだけど、もともとのあなたの発言がこちらで、それを修正した紙がこちらなんだけど、例えばこういう形に何かしら落とし込めないかみたいなことを言われることもあります。それが安保特、要は集団的自衛権の行使容認という部分を前に進める、その委員会で、私が総理大臣に対して発言したことなんですね。要は総理大臣のお連れ合いがお友達の学校経営者森友学園、そこに対して国民の財産である国有地をただ同然で差し上げるような疑惑がありましたよね。で公文書が、偽造されたりとか、いろんなことがなされたっていう、つまりは何かしたら安倍昭恵さんに関連する事件だってことなんですね。だからこれはもうまさにロッキードならぬアッキード事件じゃないかってことを言ったら安倍さんが切れたんですよ。怒りはったんですよ。あいつは人間としてダメだみたいなことを後で言ってたって聞きました。意味が分かりませんけど、人間としてダメなのは国民の財産をただ同然で人に差し上げる方が人間としてダメなんじゃないかなって私は思うんですけど、で自民党がこだわったのはこのアッキード事件というものに対して、これは許したらあかんと、総理のお連れ合いをこのような形で貶めるのは許せないっていうようなことになったのかもしれません。それで後日、来て、このようにこの発言が問題になったいくつかあったんですけれども、その中で、アッキード事件っていうのを何とかしたいと言われたんですね。じゃあどうすればいいんですかって言ったら、アッキードのことというふうに変えてくれないか、アッキード事件というのが問題で、じゃあどう変更すればいいんですか、アッキードのことに変更してくれ。いやそれ問題何も変わってませんよって、アッキードが一番まずいんだからって、ロッキードアッキードロッキードアッキード、これ一番まずいでしょってと思ってたんですけど、向こう側はそういう修正で OK だって言うんで、逆に面白いしこういうこと後で言えるんで、あいいですよ修正してっていうことにしたんです、はい、もう映像としても残ってるしってことですね。まあそれぐらい大々的な何かしら、まあこの今回に入っただけでも4回ぐらい多分、ただいま山本太郎君による不穏当な発言がとかですね、五国理事会で、協議いたしますみたいなことはあったんですけれども、その4回とも何かしらその後どうなったかってことはまだ聞いてません。おそらく国会が終わるとき、この通常国会150日間、開かなきゃいけないんですけど、この国会が終わるときにその理事会協議事項、要は理事会で話し合いますっていうふうに決まったことが、積み上がってて、それを処理していくにあたって何かしら言われることがあるかもしれません。もういいわ流せってこともあるし、でそこで何かイチャモンをつけとかないと、山本に言いたい放題させてしまったってことを後で何か思われるのが嫌なので、けしからんってことだけは形だけで、不穏当な発言があるみたいなことを言って、じゃあここを食ってことにしちゃった人たちもいると思うんですよ。パフォーマンスとしての内部向けのという人もいると思います。まあ、それは国会が閉じる近くになってきたらもうちょっと色濃く出てくるのかな、それが本当にそのまま流してくれるのか、議事録を変えろと言われるのか、それまたご報告します皆さんに。ありがとうございます。
あの私も理事やってた野党の筆頭理事やってたことがあるんでちょっと内幕を話すとですね、まあ、結局理事会協議事項っていうのいっぱいあるんですね。五国理事会で協議しますって何度も聞くと思うんですけど、それを本気で協議するかどうかは野党筆頭理事次第なんですよ。つまり理事の中でも立憲の人なんですけどね、立憲の人がこれは問題だと言って与党に何度も何度も言わないと、まあ、協議にすらならないというかですね、もう棚ざらしになってしまうので、まあ、そういう意味でもやっぱり立憲にはねしっかりしてほしい。野党第一党としてねやっぱりそういう令和が言ったそういったいろんなことに対してもねもっとちゃんとあの取り組むようにしてほしいと私は思います。ありがとうございます、はい。東京15区補選にまつわることにでございまして、あの現在黒川さんと根本さんと杉田さんがあの不当に交流されていると私は思うんですが、あの、山本さんの方からどうかあのちょっと警察庁長官なりあの警視庁特捜あ特捜じゃないあの捜査2課特捜本部長に言っていただきたいんですけど、よろしくお願いします。すいません、翼の党的な話ですね。で彼らが何をやったのかってことを私はつぶさに知ってるわけではありません。で知ってることといえば、何かしら候補者が演説しているところに、割って入っていって質問に答えろということを繰り返したってことに関しては私は承知しています。でそのことに関して私からの意見は、質問をすれば変えるっていうんだからとっとと質問に答えろよっていうふうに思うんです。逃げ回ってないで、その程度のコメントですかね、私からしたら。でこれに対して不当逮捕かどうかってことに関してはやっぱりその中身これから明らかになっていくっていう部分を見ていかなきゃいけない。で気をつけなきゃいけないのは、これは翼の党であったり黒川さんに対して申し訳ないけど愛情なんて1ミリもないんですよ。はっきり言っちゃえばそんなことは関係ないんです。ただ今回のその公権力の判断っていうものが、ひいては先々みんなの表現の自由であったりとか政府に対して異論を申し上げるなどのなどに関して何かしらさらに取り締まりが厳しくなってしまうようなきっかけになることは避けなきゃいけないだろうとそう思ってます。なので、もうちょっと事態がさまざま分かってくるっていうの状況になるまではちょっと何とも今のところでは言えないですね。そんなところです。